ちなみにこれ長編小説を書いてみて、まあ、タイミングも近いんですけど、うん、この村上春樹さんへの認識って変わったりとか。いや変わんない。変わんない。だから村上春樹がこの後出るんですよ。この後出ますよね。それがちょうど俺と同じ1200万円なのね。あ、書き下ろし1200万円ですね。ぶつけてきやがったと。打倒村上春樹。打倒村上ファンド。そういう感じ。いや全然違うじゃないですか。はい、ということで。